ジェームズ・クラーク・ロス・サー・ジェームズ・クラーク・ロスは、イギリスの海軍軍人、探検家。ロスは、ロンドンで生まれ、1812年に、イギリス海軍に入った。1818 18年、おじのジョン・ロスと、北西航路探索の最初の航海に出た。1819年から1827年の間にロスは、ウィリアム・エドワード・パリーの下で4度の北極探検に、参加した。 1828年には王立協会のフェローに選出されている。1829年から1833年にかけ、再び叔父のジョン・ローズによる探検隊に加わり、この体験中の1831年6月1日に北地局への到達に成功した。北極圏から帰国した後、1835年から1838年までブリテン諸島にて、 初の体系的な磁気探査に従事した。1839年から1843年にかけて、ロスは、エレバスとテラーの二隻からなる南極体験体を率い南磁局への到達を目指した。南磁局への到達はできなかったが、1841年には、ロス海、ビクトリアランドとロス島の火山エレバス山、テラー山、メルボルン山、 ポーレット島を発見するなど多くの調査結果を得た。1842年に王立地理学会の金メダルを受賞し、1843年にはナイトに助任された。1845年にこのエレバスとテラーを使ったジョン・フランクリンの北極体験隊が消息を絶ったため、ロスはエンタープライズとインベスティゲーターの二席を指揮して1848年から、 捜索を行ったが、発見は叶わなかった。1856年に少々に昇進した。著書に南方及び南極地域における発見と調査の公開がある。蒸気のロス海、ロス島のほかロス棚リ、ジェームズ・ロス海峡にその名が付けられた。月の静かの海にあるクレーターの一つにも、ロスの名が付けられている。イギリスで1990年に浸水した。 局地調査船は RRS ジェームズ・クラークロスと命名された。JC ロスは植物の学名で命名者を示す場合にジェームズ・クラークロスを示すのに使われる。ありがとうございます。